こんばんは、トマトトトシです。今、ちょっと、書き込まして、ようやく間に合ったに感じまして、ほっとしてます。もう、福島原発は私何もでもなく、2年になりますけど、果たして、どれだけのことが変わったのかということが、問われていると思います。私たちもずっと、あの事故以来、まあ、事故の前からですけど、事故以来一生懸命運動をやってきましたけど、どれだけ、到達したのかという、そういうふうな思いでいます。とにかくもう一度、やり直すつもりで頑張っていきたいと思います。野田政権についてはずっと押し込んできました。野田政権は、2030年代 15% で決着つけようとしたわけですけど、皆さんの本当にパブリックコメントとか集会とかデモによって、その 15% をゼロにまで、押し詰めていったわけです。それでもう少しでとにかく脱原発を閣議決定するところまで押し込んだんですけど、残念ながら、それが安倍政権に変わってしまった。極めて自慢的に全て経済、一つだけに絞られて、日本の将来よりも当面の経済という、宣言に、残念ながら、なってしまったわけです。それをどう、巻き返していくのかということです。まあ、例えば、住民の間でもいろいろな、被害者の間で対立が進んでいると思います。例えば、双葉町の井戸川町長さんは、漁船は南西市という形で漁船指定市を帰って住めるわけではないということを明確に言ったばかりに、議会から町長の座を、追われてしまうという、そういうふうになっています。つまり、全て明確に真実を述べたものは追放されるという、それが、原発社会の、最も、恐ろしいことだと思います。もう一回、井戸川さんは協調性に調整するということをおっしゃっていますけど、しかし、議会の8人の議員が、ほとんど、漁船賛成である、周辺の自治体の人たちも漁船賛成であるという形の中では、なかなか、厳しいわけですね。彼が言うには、とにかく漁船して死ねるようなものではない、南西市という、その真実のを言うことによって、そこから追放される。まあ、漁船作業には膨大な資金が流れますから、その工事によって生活していく人もあるでしょうし、その工事によって企業が発展する、人たちもいる。そういうふうな利害関係の対立が捉えてきます。これは原発の建設過程からずっと、住民を分断して、地域を破壊して、そして金づけにして、そしてついに放射性、物質まみれにするという、これを、結局、許してきてしまった。この地震大国、日本列島に55基の原発を作らせてしまったわけですけど、それはやはり私たちの運動が、弱かった。とにかく大きい運動を作っていくという、姿勢がやっぱり足りなかったというふうに私自身も思っています。ですから今